ホルローギーン・チョイバルさん1952年1月26日は、モンゴルの革命家、軍人、政治家、遊牧民の子として生まれ、幼くしてチベット仏教の僧院に入るも脱走した、空老のロシア領事館付属学校に入学し、1914年にロシアのイルクーツクに留学、1918年に帰国して、独立運動に参加、1920年に、ボド、 ダンザン、ドクソム、スフバートルらと共に、モンゴル人民党の結成に携わる。1924年のモンゴル人民、共和国成立後は、国家紹介議議長に、1929年に、人民委員会主席に、1936年に、内省に、1937年9月に、全軍総司令官、同年12月、首相代理に任命され、 1939年から1952年に没するまで首相権外相を務めた。1936年から1938年にかけて大規模な粛清を行い、モンゴルのスターリンとも呼ばれた。この粛清は、1936年まで首相を務めた玄軍ンンらが対日優和政策を取ろうとした点、スターリンからの当時モンゴル国内に、 約11万人いたチベット仏教層を打倒せよとの助言を拒否し、スターリンと対立した点から、モンゴル首脳部の政策転換、チベット仏教層の排除を行うために、ソ連側が計画した。チョイバルさんは、この計画を受けて、これを自らの独裁権確立に利用しながら、多くの人民を日本のスパイとして処刑した。1936年、 ソ連と相互援助議定書を締結して、赤軍の駐留を認め、ソ連の衛星国としてのモンゴルの立場を築くとともに、同年に内務大臣として秘密警察を創設。1937年に全軍総司令官について、自国軍の近代化を推し進めた。1939年のハルハガ戦争では、 赤軍の支援を得て、満州国との国境紛争で日本軍に勝利した。また、第二次世界大戦末期の1945年8月9日に始まったソ連の対日戦線では、ソ連と共に日本に戦線布告をして、満州や内モンゴルに侵攻し、ソ連軍の勝利に貢献するとともに、モンゴル人民共和国の国際的認知の第一歩を記した。この布告書には、 モンゴル人が統一国家となるためとあり、同年8月10日のラジオ放送では、本日政府の命令に基づいて、我が軍は越境し、内モンゴル地域に速やかに侵攻した。これは地を分けた内モンゴルを解放し、自由を獲得するためであると反モンゴル主義を訴える、演説した。この呼びかけは、満州国軍や内モン軍の廃藩逃亡、内モンゴル人民共和国や、 東モンゴル自治政府などの樹立。後には、モンコ連合自治政府の主席だったデムチュクドンロブの亡命を、満州や内モンゴルに引き起こすことになる。当初のチョイバルさんは外、モンゴルを、ゴンチギンブムチェンド、内モンゴルを、デムチュクドンロブに任せて、自身は全モンゴルの統治者となることを考えていた。ソ連軍が内モンゴルに投入した手段は1個だったのに、対して、 モンゴル軍は4コモの師団を派遣して、内蒙古東部から内蒙古西部まで進駐していたが、占領した内蒙古を放棄する代わりに、中華民国に、モンゴル人民共和国の独立承認を迫った。スターリンによって、内外モンゴル統一は実現せず、占領地のソニド、右端をイモンで訪れたチョイバルさんは、中国共産党との連携を支持したことでウランフが、内ゴルを支配することになった。 この際に得られた日本軍や民間人の捕虜は、モンゴル国内での強制労働にも刺激され、犠牲者を出した。戦後の1945年10月には、外、モンゴル独立公民投票を行って、ほぼ100%の賛成率を演出し、1946年には、中華民国にモンゴルの独立を認めさせるも翌年の1947年の北東三事件では、 中華民国軍と新疆で武力衝突するなど摩擦が続き、中国との国交樹立は1949年の中華人民共和国成立まで待つことになる。1951年の暮れ、再三断り続けていたスターリンの誕生日の式典に参加するようにとの招待を受けてモスクワへ向かった。翌年1月26日に同地で病死した。 チョイバルさんの死は年老いたスターリンを心配させ、シチェルバコフ、ジダーノフ、リミトロフ、チョイバルさん、彼らはわずかの間に次々と亡くなっている。我々は古い医者を新しい医者と交換しなくてはならないと発言した。医者の陰謀に対するソビエトの捜査で逮捕された者たちは、チョイバルさんや他にもスターリンが指摘した者たちをスターリン自身の主治医に引きられた。 クレムジンの医者が実際に暗殺したことを証明するための証拠、拷問によって作り出すことが強制された。なお、チョイバルさんの妻はロシア人であり、チョイバルさんの死後早々にロシアに帰国した。彼女はソ連側のスパイであったという説もある。モンゴル国立大学のチョイバルさん像社会主義、政権崩壊後の現在でも、チョイバルさんに対する評価はスターリンの大粛性に加担して、 自らの個人崇拝も敷いた独裁者であるも、戦争に勝利して、独立を維持して、後の諸外国からの国家承認と、国際連合加盟の基礎を築き、モンゴル国立大学の創設と、識字率の向上に代表される、教育政策やモンゴル中貫鉄道建設のような、インフラ整備など、国内の近代化を推し進めた点で必ずしも、低くないという、モンゴル国立大学には、 今も彼の銅像が立っているモンゴル東部にある生誕地のドルノド県バヤントゥメンは彼の名を冠してシュフチョイバルサン氏に改称された。ありがとうございます。